宇宙には法則というものがあります運気を上げるためにはこの法則にのっとって、えー、行動していただければ実践していただければ運気というやつは絶対に上がるんですね皆さんは日夜今リサーチに励んでいると思いますけれども今皆さん2ヶ月目というふうにお聞きしましたけど2ヶ月目ですか今初めて2ヶ月目この2ヶ月目、まあ、リサーチなかなか難しいですよねこのリサーチをしている中でなかなか見つからないですよねあの 僕もです、ねえー、ヤフーオークションで多分誕生したのが今から13年14年15年ぐらい前だと思うんですけれども僕はもうヤフーオークが誕生した時からヤフーオークをやってたんですねで僕もこの転売っていうのはちょっと詳しいんですね。 でこのリサーチって結構大変ですよね、で僕も、えー、パソコンの前にへばりついてね、えー、日夜やっていたあの十何年前を思い出すんですけれども、結構リサーチとの大変な中で、えー、この本当にね皆さん、ノートパソコンもしくは、えー、ハードディスクのパソコンでやってると思いますけれども、皆さんはまずこのパソコンを大事にしているかどうかというところから聞きたいんですね、皆さん、今、ノートパソコンを今持ってる、ここ、ノートパソコン持ってくる場所なんですか 別に持ってこなくてもいいんですか。え？<laughs> ノートパソコン、あ持ってこなくてもいいんですね。あ明日は持ってくるんですね。あ明日もあるんですか。2 days なんですかこの授業は。あ一部大変ですね。あのー。 皆さんもノートパソコンを使っていると思いますけども、まあ、ノートパソコンもしくはパソコンを使っている皆さんがこのパソコンがなくなってしまったらもう仕事ができないわけですねということはこのパソコンは皆様の命の次に大事なものと言っても過言ではないほど大切なものですよねこのパソコンを皆さんは大切に扱っているのかどうかというのが非常に問題になってきますねものには魂ってやつが入ってるんですねこの辺からちょっと皆さん興味のない方はイラッとしてくる内容ですね <laughs> ね、イラッとする人はそのままもうリサーチした方がいいですよこっから目に見えない怪しい話になっていきますからね物には魂というものが入っている宇宙の法則の中には大切にしたものからしか大切にしてもらえないという法則があるんです一郎を見てみてください僕が知ってる今実在している人の中で一番この宇宙法則を使いこなしている人っていうのは一郎なんですよ あの人、バットとグローブとスパイク、ものすごく大切にするの知ってますか試合前、試合後、誰よりも早く球場に行き、バットとグローブとスパイクを磨き、しかも話しかけながら、そして試合が終わった後ロッカールームで誰よりも遅く、バ,バ,、えー、バットとグローブとス,、えー、スパイクを丁寧に磨いてから帰るんですね、あの人は。何のためにそんなことをするんでしょうかしかもバットは湿気ないように 専門のジュラルミンケースに入れてるんですよ湿気でグラムが1グラムでも狂うと調子が狂うんですねですからその専門のジュラルミンケースに入れているそこまでしているのはなぜでしょうか